クラフトビールのサブスクサービス始まりました。サブスクサービス、都内のブリュワリー東京エールワークスがビールのサブスクリプションサービス、たくさん飲みたいをスタート。いい名前。毎月自宅に作りたてのクラフトビールをお届けします。かわいそうに。美味しいビールは専用のビアサーバー、ゆうけごぼうに入れて配達。お家でもアウトドアでも楽しめます。ビアサーバーと一緒に VR ゴーグルもついてきます。装着するとブリュワリーツアーを体験できるのです。この中になってですね、いろんな新しいサービスが登場してますけれども、うん、こちらもそんなサービスの一つ、はい、ビールのサブスクリプションサービス、東京エールワークス、たくさん飲みたい。いやー、いいね。作りたての新鮮なクラフトビールを毎月いろんなビアスタイルでお届けしてくれるサービスなんだそうです。東京エールワークスから総合責任者のボブ・ストックウェルさんです。よろしくお願いします。お願いします。どういうサービスなんですか？うん、東京の板橋区にある東京エールワークスにブリュワリーがありまして、はい、それはこのコロナ禍の中でもなんとかこのブリュワリーをこの UKEGGO っていうあの会員サーバーと使って毎月新しいクラフトビールの新しい味が届きます。はい、まあ、この中はあの小さなあのこういうガスボンベがついてて、こういうものですね。特にこれ開けてこう注ぐではなく、もう本当にあのお店の方みたいにビールサーバーだ。こんな風には電気も何も入れなくて。いいね。これは魔法瓶にもなってますので、それでもあの最大8時間はそのままの、あの温度もキープできるんですね。なるほど。アウトドアとかバーベキューのために持ってこいです、ね。お届けされるビールっていうのはいろんな種類があるんでしょうか？毎月も違う種類をお届けするんですけども、IPA、ペレール、フラガーというのだったりとか、あのスタウトでその黒ビールとかも何でもあのお届けするんです。一番ブルワリでフレッシュな状態のものをお届けする。はい、そして中にそのサブスクリプションだけの会員様に特別醸造、僕が醸造したものも送ろうかと思います。板橋にですね、あるお店っていうのがビールの醸造所、いわゆるブリュワリーっていうのもあるんですよね。お店の方では22タップ22種類をあのいつでも飲めるっていう状態ですね。で今はテイクアウトはできてます。注文するとですね、半年コース、年間コースとさまざまなテイストのビールが届くわけなんですが、うん、それと一緒になぜか VR ゴーグルも届くと。なぜか。お店、昼からビールですね。おしゃれなお店。皆さんこんにちは。東京エールワークスの最高責任者のボブ・ストックウェルと申します。本日はもう僕のブリュワリーをご案内しますので、皆さんついてきてください。行きましょう。VR のコンテンツとしてですね、自宅でブルワリー見学気分を味わえる東京エールワークスバーチャルブルワリーツアーを仮想体験、これしていただいてるんですね。なるほど。これで東京エールワークス醸造責任者のボブ・ストックウェルさんですね、が案内人となり、ビール醸造の工程とかタップルームの紹介、まるで現地にいるかのように醸造所を360度体験できる、はい、そういう映像になっています。なるほど。なんでビールと一緒にこう VR ゴーグルをお届けしようなんてこう、あのまあやっぱりコロナ禍の中で、あのなかなかこう移動がちょっと大変だったりとか、まあ緊急事態宣言が、あの続いたりとかしてる中で、もう僕たちのブリュワリーをもう皆さんの方にお届けしようという。なるほどね。素敵。ブリュワリーから直送の鮮度抜群、美味しいビールとビールができる工程も VR で体験しながら飲める、非現実的で楽しく酔えそうですね。そうだね、絶対美味しいやつ。クラフトビールのサブスクリプションサービス東京エールワークス、たくさん飲みたい、半年コースと年間コースがあります、そして組み立て式簡易 VR ゴーグルもついてきます、ご自宅にいながらにして作りたてのクラフトビールを楽しむことができます、サブスクの第1弾は好評につき売り切れてしまったんですけれども、第2弾を今絶賛発売中です、その他詳しいサービスやご予約についてはショッピングサイト酒トライのウェブサイトでチェックしてください、はい。ということでこちらのサービスいかがでしたか？クラフトビールのサブスクサービス東京エールワークス、たくさん飲みたい。ええじゃないかー。